はい、皆さんこんにちは、マグラレットです。今回は参考にならない無凸英覧紹介をやっていきます。どういうことかと言いますと、普段の無凸解説は視聴者の方にね、参考にしてもらえるようにあんまり強い生物はつけないよう心がけているんですが、もう今回はそういうの無視して、もう全力の生物、ガチガチの無凸英覧をお見せしたいと思います。まず武器は清風弓、あとでモチーフ武器を装備しますが、今会心武器じゃないんですけど、立ダメは86、185とかなり高水準に仕上げてきました。チャージも200くらいありますし、水共鳴込みで HP 34000ですね。でもちろん命の星座無凸、テンプレベルも8、9、10と、結構強化してきました。でまず清風弓ですが、後でモチーフ武器も装備してみて、もっと高い率ダメをねお見せしたいと思います。ではこの無凸イエランを使って、ちょっとね戦ってみます。はい、ではまず試し切りに爆炎獣くんをちょっと攻撃してみます。僕もね、普段こんなガチガチイエラン使うことないので、ちょっと楽しみですね、どれぐらいダメージが出るのかは。さあ、もう、やばいよもうすでに8000とかなんだけど、単発でどんどんイエランバフ入りますから、9000まで伸びている。マジか、これはやばいわ。でしかも清風弓でちゃんとチャージがあるので爆発も回るんですよね。うん、回る上にこの火力はい、まず1体を撃破し、どん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 イエランバフ、自分自身でバフを受けて火力が上昇していく。あーやべえ、殴らしたはい、スキルで、いやー強い、9600まで単発伸びてましたね。 9600×3 イエランから毎秒とか飛んでいくわけだから、合計どんなもんなんだ、やばいな。ちょっと雑魚的だとすぐ倒しちゃってよくわからないので、魔偶剣気で長時間戦闘してみます。まず一発 7800×3 からスタートして、まあ、どんどんイエランバフが上昇していくので、8900、9000までいって9300、まあ、マックス9600ぐらいですね。でも爆発溜まってる、まあ清風だから、まあそりゃそうか。じゃあちょっとここでカズハバフも解禁しちゃいますか。はい、カズハのデバフとバフが入って 12000×3、 とんでもないことになっている。 13000×、 あー食らっちゃったけど倒しました。ではここにユクアキもちょっと加えて戦闘してみます。まあ、ゆくあきエラン、やっぱね、ずっと相性いい相性いいとも言われてるんですけど、ゆくあきの凸効果によってですね、敵の水耐性を下げることができますから、もうちょっとだけイエランのダメージ伸びますね。お、もう1万3000スタートしていて、1万4000ぐらいまでいく。あー、もう気持ちいい。単体に対しても鬼のように強いですね、やっぱりこの組み合わせ。いや、 やっぱ無凸かつ清風弓でも軽くおかしいわ強いの間違いないですね。まあ、イエランバフを自分で受けてるってのあるので、サブアタッカーの場合もうちょい軽く下がりますが、まあ、無凸でもこんぐらいいけるっていうのは一個の目標になるかなと思います。はい、ではここから、イエランのモチーフ武器弱水を解禁したいと思います。会心ダメージオプション 88.2% ですね。でさすがに HP 時計だとチャージ足りないので、チャージ時計に変えます。チャージ時計、これ僕結構ね自慢の一品なんですが、会心だけでスコア 48.2 ですね。はい、こちらを装備しまして、率ダメが93263、爆弾しました。 HP 30000のチャージ189、まあこの辺ちょっとチャージもうちょい欲しいんですけど、ゆくあきがいますので、まあ何度か爆発回せると思います。弱水はイランのために引いたんじゃなくて、カルクディオナとかでやりたくて引いた武器なので、イエランに装備して使ったことない、ほとんどないです。真面目な話。なので、まあ、こんぐらい、今回ね、どれぐらい軽く出るか僕もわからない。こんなガチガチ生物でやったことないですね。さあ、おー、1万×3! サポだー終わった。ちょっともうちょい多分バフ伸びるから、11000×3ぐらいまでいくなこれ。はい、では VS ライデンやってみましょうか。でイエランをメインアタッカーとしたねパーティーを今回組んできました。まあ、レイラのシールドとかでやばいじゃん、話してる場合じゃないはい、じゃあ行く空き爆発から入ってシールド貼っときたいな先に。でイエランで水拡散 OK、 あとは殴っていきましょう。いいよ、ゴリゴリ削れてるんじゃないこれいやー、やっぱ単体に対してのこの気持ちいいね、追撃の嵐。はい、でもう一回スキル使って、まあこれ爆発もあるかどうかもちょっと見たいですね。はい、で行くわけが、まあ最低装備してるので、あ、全然余裕で爆発もありますね。はい、
では最後とどめ刺し切るでしょ、これだったら。まあこっからね、第2形態いっちゃうとかなり面倒なので。あ、全然余裕だ。いや本当にね、イエラン強すぎてメインアタッカーも全然できちゃいますね。じゃあちょっと螺旋でもやってみましょうか。でここ前半ではこの2面が一番難しいんじゃないでしょうか。ここがね、敵が強いんですよマジで、まあ、侍たちはぶっちゃけどうとでもなります。凍結してもう片っ端から倒していくだけで大丈夫。単体火力ですけど、まあ、単体火力が凄まじいので順番に倒していけますね。問題はこいつらですよ。もう生害獣がマジで強い。はい、なので凍結をうまいこと使っていきたいですね。はい、凍結してでもう一回拡散。よし、よー、いいぞいいぞいいぞ、いい感じの形で入ってる。いや火力十分じゃない。サソリ落とせ、サソリ落とせ。よしよし、サソリ落とした。あー食らっちゃいましたがもう大丈夫で、爆発もありますからねこのパーティー。素晴らしい。やっぱ行くあきイラン組んどけば爆発はどうとでもなるな。はい、でもう一回爆発使ってあとはもう料理するだけと。いやー素晴らしい。はい、というわけで今回は以上です。まあちょっと僕の自己満動画になってしまいましたが、見ていただきありがとうございます。やっぱね、無凸でもイエランは超強いです。はい、まあ、ここまでガチガチに育成しなくても普通に使ってもね、もちろん強いので安心してください。はい、今回の動画はあまり参考にならなかったかと思いますが、楽しんでもらえたという方いましたら、チャンネル登録高評価していただけるとめちゃくちゃ嬉しいです。よろしくお願いします。それではありがとうございました。